不動明王は、仏教の信仰対象であり、密教特有の御事と格である明王の一尊。大日如来の化身とも言われる。また、古代明王の中心となる明王でもある。真言宗をはじめ、天台宗、禅宗、日蓮宗等の日本仏教の諸派及び主言道で、幅広く信仰されている。大日如来、高三世明王、群ん明王、大二徳明王、 金剛や社明王、金剛愛禅名王らと共に祀られる。密教の根本尊である、大日如来の化身であるとみなされている。お不動産の名で親しまれ、大日大制不動明王、無動明王、無動尊、不動尊などとも呼ばれる。アジアの仏教圏の中でも特に、日本において根強い信仰を得ており、造造例も多い。新言宗では、 大日如来の脇地として、天台宗では、在家の本尊として置かれることもある。縁日は、毎月28日である。不動明王の信言には、以下のようなものがある。一般には、不動信言の名で知られる、小まじない、一時まじないとも呼ばれる信言が用いられる。また、長い信言には、抱いまじないと呼ばれる信言がある。その中間に位置する。 ジスクイマジナイと呼ばれる神言も知られる。種子は漢、あるいは関案。三ヤ屋タは利権、あるいは検索。凡明のアチャラは動かない、ワ田は守護者を意味し、全体としては揺るぎなき守護者の意味である。不動の存名は、8世紀前半、母大粒子が管約した、不空検索新編神言教巻球に、不動使者として現れるのが最初である。 大日系では、大日如来の使者として、不動如来師の名が見え、大日系書では、不動明王の語が使われている。大日如来の脇字として置かれることも多い。日教では三隣人といって、一つの仏が、自称隣人、消防隣人、協領隣人という三つの姿で現れるとする。自称隣人は、宇宙の真理、悟りの境地そのものを体現した姿を指し、 消防隣人は、宇宙の真理、悟りの境地をそのまま平易に説く姿を指す。これらに対し、強梁隣人は、仏法に従わないものを、恐ろしげな姿で脅し教えさとし、仏法に敵対することを力づくで止めさせる、下道に進もうとする者は捕らえて内道に戻すなど、極めて積極的な介入を行う姿である。不動明王は、大日如来の丘梁隣人とされる。 煩悩を抱える、最も救いがたい主生を持ちかずくで救うために、憤度の姿をしている。起源をヒンドゥー教の芝神とする説がある。密教の名王像は多面多比の簡易な姿のものが多いが、不動明王は一面二比で鉱馬の三個剣と剣作を持つのを基本としている。剣は竜が巻きついている場合もあり、このことから栗から剣と呼ばれている。また、その体は、 基本的に醜い青黒い色で表現される像様が多い。頂きは7、曲げか8を連ン衣は赤土色、右牙を上に出し左牙を外側に出すというのが一般的とされる。不動明王は多くの明王の中でも中心的な存在である。以下に典型的な像の形を示す。インドで起こり中国を経て日本に伝わった。 不動明王であるが、インドや中国には、その造造の異例は、非常に少ない。日本では、密教の流行に従い、盛んに造造が行われた。また、日蓮宗計画派の本尊にも、不動明王が書かれているため、日蓮宗でも、不動明王を法案する寺院が存在する。愛禅明王と、同様、空海によって伝えられた密教の御事格である、ことから、 日蓮以来代々種子で書かれている。なお、日蓮の荼羅における、不動明王は、聖子即涅槃を表し、これに対し愛禅明王は、煩悩即菩提を表しているとされる。不動明王は、八大道寺と呼ばれる眷属を従えた形で、造造される場合もある。ただし、実際には八大道寺のうちの二名、金柄道寺と聖火道寺を両脇に従えた。 三尊の形式で絵画や彫像に表されることが多い。三尊形式の場合、不動明王の右に聖火同士、左に金柄同子を配置するのが普通である。金柄同子は、動眼で合唱して一心に不動明王を見上げる姿に表されるものが多く、聖火同士は、対照的に金合書と金合棒を手にして、いたずら小僧のように表現されたものが多い。 八大同時の彫像の作例としては、高野山金剛魂寺不動堂に伝わった国宝の像がよく知られる。この他に三十六同時、四十八死者と呼ばれるものがある。また当時のように五大名王と呼ばれる主要な名王の中央に配されることも多い。金から同時聖火同時不動、恵み同時工房。 かつ同時無効同時稽古しか同時自動同時室、たら同時召受け光同時不思議同時ラタラ同時ハラハ、ラ同時イケラ同時シシ、光同時ジシへ同時ア波ーラテ同時持ちケンバー同時ギ者非同時宝京森同時元、ダラ同時大、光明同時、小光明同時仏通主同時法主護同時像主護同時、金剛、森同時国、森同時国像同時法像、 森同士吉祥明同寺会光江同士明空蔵同士広志公、王同士善寺市同士張家道同からスババー系、同士ともマイルから竜王剣たち役者王バネ、ス捨てボン王天王、母屋社王発前若冠大盆王234、前大名王33天角角天皇赤に、他天皇王とも正から王ジュラ羅金、今しめ王王八皿王、バツクバータラ王たらか王五鶴三つ小公家園、 魔王御天神さん、羅王神母大将将を推奨、体をかびら大王カビラ手法を屈しさ書天皇三害十天、大王とも多千家天皇から書天皇みな治持、ち、天皇今後修羅王神皇院節大王二十八、祝書大王一切書法授与を仮称大主大使王十一、閣有大使王王子書法王軍、初たら王祖昭和祝王救急大将神、天皇名幕から王室、 そこち大使王神老建属大地王モダン、唐天神王天地需要大名王、初心港区大王十一東西南北王密、周家持王、歌唱大王、さら仙大神老、幕主大主大名王海舟神王大地徳王一切初心王以下四つは、他の御こと各や日本の神々をも代表する存在で、あるとした三胆領に類するもの。その他、関連するものとしてがあるが、 いずれも転居は明らかではない。日蓮宗では、大曼荼御本尊に勘定され、大目南無妙法蓮華行の右側に、趣旨、カーンが大きく記載されるのが通例となっている。また、日蓮宗寺院が、男信徒に配布する、大黒天、カラス、修佐魔妙王などの紙札において、主神名の右側に、趣旨、カーンが記入される事例が多く見られる。他説もある。 特に工事園等では三不動として以下の組み合わせが閉鎖されている。ありがとうございます。